香山朝ま十二月12月31日から1999年10月25日は、日本国有鉄道上無理事、日本交通公社専務、去年72、現在の東京都中野区出身、父、香山学部は、鉄道商工務局長を務めた。東大野球部時代は、大型スラッガーとして知られ、最終学年となる1949年の東京、 六大学野球リーグ戦で、東大の主軸、一塁手として活躍した。山崎悟る、山崎喜明ららの、両山崎が抜けた後、速球派の島村敏夫投手、塩田保守、輝山外野手、伊藤俊遊劇手、佐藤二塁手らの布陣で、リーグ戦に臨み、春のリーグ戦では、境大、法大から2勝して、勝ち点を奪い、総大、明大から、 それぞれ一勝を勝ち取った。特に境内戦では、両校ホームランの応酬で、1回戦4から3、2回戦5から4と連勝した。ただし順位こそ境内に次ぐ6位となってしまった。続いて、秋のリーグ戦では、境内、立大から勝ち点を奪ったが、順位は5位であった。特に強力打線が注目され、シーズン通して、チームホームラン八本と打ちまくった。また、 1949年10月30日のサンフランシスコシールズ VS6 大学選抜群との試合ではフランク・オドール投手からモーションを盗み三塁へのスチールを成功させた。卒業後は叔父の香山幸まが総裁を務める国鉄入社。国鉄では常務理事まで務めた。経営企画室長から常務を経た1978年に国鉄のキャンペーンソングに いい日旅立ちが採用された。ありがとうございます。